はいどうも、ポルクです。さあ、今回もマリオカート8、デラックスじゃない方をね、やっていきたいと思います。このシゲゾーパンナコッタっていう人よく見るんですけど、ね、なんすかその名前って感じですけどね。うん、よく見る。やっぱね、やっぱみんなデラックスに行ってしまってるから、8やってる人は限られてくるのかな。だから同じ人と何回も当たるのかな。それともシゲゾーパンナコッタが、舌が回らない、シゲゾーパンナコッタが、複数いるのかもしれないですね。ちょっと画面がよく飛びますね、いきなり。すいませんね、僕の実況はですね、ちょっとこういうことがありますので、そういう仕様になっておりますので、ちょっと申し訳ないんですけど、映像がピュンって飛ぶんですよね、僕のなんか撮ってる環境だと。何が悪いのかわからないですけど。で、まあその映像が飛んでる間っていうのはね、僕は画面が止まってるので、非常に私は怖い目にやっているんだという認識をちょっと持っといてください。じゃないとね、なんでこいつ騒いでるんだってことになりますから、まあまあ、初めて見る方がいないでしょうけどね、僕の実況。あーだばし、はい、はい、行きましょう、ボン。なんか、しゃべりも、走りも、あまり、うまくない感じなので、ちょっと、ごまかしつつ、行きましょう。さあ、4位になりましたね、なんか知りませんけどね。今回、このカスタマイズで走るのは僕初めてなんですけど、今回なんでこのカスタマイズにしたかと言いますとですね、マリオカートやってる感をすごいちょっと出そうかなと思って、マリオカートっぽいなっていう感じにしようかなと思って、こういう風に、なっております。マリオカートっぽい感じを大事にしたんですけど、伝わりますかね。いいよいしょ、あー、ミニターボからぴょんぴょんでこう、うまいことショートカットしてやろうかと思ったんですけど、大失敗。さあ、ここでスターを引きました。後ろがサンダーを引けば、このアイテムはすごい強いアイテムに変わりますが、すごく団子なのであまり関係ないから、ちょっと赤コーラとかいろいろ怖いので使ってしまいました。さあ、なんか知りませんけど、やっぱ団子なので3位まで上がりますね、こんぐらいで。こんぐらいのことで2位まで来ました。はい。さあ、緑コーラ3つ。これは強い。しかもコインが今9コイン。あと1個でも集めれば最速になるんですけど、ちょっと後ろからバナナスナイプが来てますね。ちょっと怖いですけども。さあ、後ろ、真後ろにいますので、ちょっと後ろスナイプしてもよかったんですけど、そんな余裕はなかった。ちょっと前を攻める余裕、ちょっと怖い、だからやめてくれ。さあ、今ちょっと後ろに投げてみたんですけど、あまり意味はないかな。ちょっと後ろから緑コーラが来ていますね。怖いですね。ちょっと避けましょう。はい、これでまあ2位安定で、後ろ怖い、来ないで。 OK、 2位。ちょっと抜かれそうだったので後ろスナイプしちゃいましたけども、なんか知らんけど2位やね。やっぱ団子状態の時にスターが来たのが良かったかな。あそこでなんか被弾したらね、順位ガーって下がって終わりますから。ビッグブルー、ちょっとスタートダッシュを見せてしまいました。さあ、まあまあまあ、ここの部屋はさっきの感じからするに、団子になる感じなので、まあちょっと初めのミスぐらいは多分ね、大したことないと思います。さあ、しっかりコインを、枚数増やして、クラクション怖いので、ちょっとブレーキをかけます。はい、OK。前の方はクラクションをしっかりと消費してくれました。さあ、適当に投げすぎて変な反射でなんかラッキーヒット、緑コーラのラッキーヒットがありまして、あーなんかデスコンみたいになってしまいました、ごめんなさい。さあ、目の前にシゲゾーパンナコッタ、有名人ですね、有名人のシゲゾーパンナコッタがいます。うわー、怖い、あー当たるよな、さすがに。さあ、まあでも当たったとしてもですね、10コインはあるのでいい感じです。さあ、はい、ここのショートカットをバッチリ決めていきたい。 OK、 ここのショートカット地味にね、ミスったらすごく痛いので基本ミスらないですけど、はい、後ろから赤コーラが来ている気がする。うわ、私に来ていた。うん、ちょっとトゲが怖いので大げさに避けつつ、さあ、やっぱ団子にな、うわ、なんか来たよ、何、見てなかった、今ちょっと画面見てなかったですね。さあ、しっかりとキノコでリカバリーをしながら、あー、おー、キノコ効いてない。さあ、またキノコでリカバリーをしながら、リカバリーの発音だけをちょっと重視していきましょうか、今回のレースは。さあ、緑コーラはやばいね。ちょっとこれは、前の方、当たったように見せかけて当たってないのやめてくれ、もう。これはもうちょっともうリカバリーのしようがない感じですね、ここまで来たら。そう、キノさんですね。さあ、このキノさんしっかり使っていきたいが、シゲゾーパンナコッタが赤コーラを乱発している。あー、こんなの、もうリカバリー効かないので。もうちょっと頑張るしか、ちょっと緑コーラがね、怖いので避けつつ、なんとか SS を取れる前に終わってしまった9位。
今回はちょっともう recovery の発音だけを大事にしようということだったので、次あシゲゾーパンナコッタさん再開ですね。はい、次はシゲゾーパンナコッタさんと一緒にね、上位ね、目指していきたいと思います。エキサイトバイク、おーっとシゲゾーパンナコッタスタートダッシュをミスしている、演奏している、大丈夫か。さあ、といったところで、さあ、うん、まあ、このコースはね、僕はね、とても嫌いなんですけどね。もう、勝ちもクソもない。ちょっと、バナナ怖い。何あの人。急に出てきたバナナに、引っかかって、なんか、ね、くるくる回ってましたね。さあ、キノさんが出ました。これは強いですね。しかも、この、前の人とキノさんの奪い合いというか、私はよして、どんどん前に進んでいきたいところなんですけど、この人にその意思があるのかどうかはちょっとわからない。さあ、まあ実行できたんじゃないでしょうか。ここでショートカットしていく。前の A 子さん、 B 子はどこに行った。おすぎと P 子、おすぎはどこ。いや、まず B 子を探せって話ですね。何を言ってるのか。はい、後ろからの追撃は、後ろはクラクションですね。怖いですね。早く逃げたいところ。さあ、ここしっかりショートカットを決めていく。さあ、トゲが来ています。はい、やっと、あれ、キノコ1個持ってると思ってたけど持ってなかったか。まあでもいいや。後ろからの追撃は特に心配ない。トゲ受けたにもかかわらず A 子さんが後ろでですね、これね、そういう展開になっております。結構離れていたのかよくわかりませんが、さあ、このゲストがすごく厄介で困る。ダメだ、あー、ゲストに弱いんですよね、私。非常にゲストって自分が引いたらすごい、なんでそれやねんってなるんですけど、されるとすごい嫌な気分になりますよね。とか言ってる間にどんどん順位が落ちていく。やっぱりこのコース好きじゃないですね。まあ、ゲッソーのせい、ドバムヘイ危ない、ボムヘイ危ない。はい、しっかりとインをついていきの、ここでもしっかりいいアイテムを取っていきたい。さあ、何が出るか、キノさん。悪いアイテムではないんですけどね、キノさんくんもね。はい、しっかりここ、まあ、こういうショートカットもありますからね、ここね。この段差を使わないとちょっと速くなりますから、そういうのもあるんですけど、まあそれをやっていき、のちょっと距離は詰めれたかな。はい、しっかりアイテム取っていきましょう。ここ何スター、悪くはないが、順位が上がるかというと上がらない。6位、いやー、ちょっと6位とかそんなやつばっかりですね。あ、シゲゾーパンナコッタ1位やな。ちょっと次はもうちゃんと上位取ろう。さすがにね、注意ばっかり取る動画はね、ダメだね。注意というか、回ですよね、さっきのレースなんかね。さあ、そろそろ人の名前にツッコミを入れることばっかりしてないで、レースをちゃんとしたレースを走っていきたいですね。さあ、まずコイン。はい、まあ、コインはしっかり回収していきましょう。さあ、ソルピースさんが目の前にいますが、ソルピースさんは何も持っていないようですね、アイテムは。どうかな？コインですね。コインか？緑コーラですね。ちょっと後ろに投げられたら危ないので、ちょっとラインをずらしておきましょうか。後ろに投げられたら危ない。投げてきそう。あ、投げてこない。後ろからのバナナがちょっと危なかったですね。それよりもね。さあ、しっかりコインを取りつつの、緑コーラ怖いな。どこで来るかやで。さあ、しっかりこれ乗っていって、コインを早く10にしたいね。ちょっと距離を空けられている後ろにこれは設置していきの。さて、緑コーラ。悪くはないんですけど、赤コーラが来てるので潰しますね、これね。さあ、後ろの人トリプル赤引いてる、良くないですね、これは。とりあえず1個、し今インツキでしのげたかな、無理かな。なんとかなってくれ。あ、なんとかなってるみたいです。はい、よくわかんないですけど、はい、ということで、なんとか2位を維持したかと思ったけど、ちょうどいいところに、すごくいい場所にバナナがあった。ちょっと避けれなかった。さあ、まあこれはもうやられた時用に、あとなんか青いのが来ましたね。 OK、 でもこれで抜けるかというと抜けないですね、距離的に。さあ、とりあえず10コインにはしていきました。ちょっと僕の設置したバナナインすぎましたね。あれはね、誰も引っかからないですね、あれはね。さあ、バナさん、うわっと、それはやばい。それはちょっとね、避けれないね。ちょっと これは変えていこう。さあ、何になるか。あ、緑コーラ、しょっぱいアイテムしか出ない。これ前を潰す、前の人キノコ、これ投げたら当たるか。当たったけど僕も何か食らってしまった。後ろを警戒していなかった。さあ、ここのアイテム重要です。さあ、何が出るか。キノさん悪くないよ。お、シゲゾーパンナコッタ、シゲゾーパンナコッタが重い。
どんくさいだけ。どんくさいだけやな。もう一レース行こう。ドラゴンロード、さあ行きましょう。さあ、SS が欲しいところですね。SS が欲しいが全然取れそうにない。さあ、コインを取りたいが前の兵法がと、まあまあ取れたね、コイン。さあ、左のあそこ、あー、ちょっと待って。壁にぶつかってしまった。まあまあまあ、でもここまだ団子なので、壁にぶつかったのは、クラクションを避けるという意味ですごいいい役割を果たしました。これめっちゃ曲がるね、このマシン。今更やけど。曲がり加減がちょっと難しい。さあ、後ろからの赤コーラは僕ではなかったのでセーフ。ちょっとこの人の赤コーラ怖いね、後ろにつけてるやつ。ボブネミミミ、ポプテミミックやったっけ。ああいう漫画僕はねすごく嫌いですね。そんなこと言わなくていい。はい、4位です。前の人赤コーラ持ってないので、赤コーラというか防御アイテム持ってないので投げれば刺さります。はい、投げて刺しましょう。後ろは私に攻撃してくるアイテム持ってなかったので、さあ投げて順位を上げ、3位。ミラクル8が出てしまった。これはどうしようかな。前を攻撃したいのですが、前を攻撃するという目的は果たせなかったですけど、とりあえず前には出れましたね。まああの人よりは、さっき3位やった人よりは。でここでキノさん、前がパックンフラワーはちょっと怖いな。ちょっと後ろをついていく感じにしましょうか。このパックンフラワーが切れた時に抜きたいですね。はい、切れました。さあ抜きにかかりたいが、ちょっとキノコを使うのには適していないカーブのところに来ましたので、ここで使いましょう。さあこの人、ここで何を引くか。このアイテム何を引いたか分かんないっすね。ちょっと今確認するよりない。今は、赤コーラだったですね。はいはいはい。キノコを使って、まあなんとかリカバリーしていきまして。さあ、キノさん。悪くないよ。あの人、前の人が、後ろに緑コーラを投げてこなければ OK なんですけど、投げてきてないですね。さあ、これはもうしっかりと、ショートカット、ボムヘイ。あ、やばい。ちょっとやばい。バンバンバン。あー、ダメだ。あー、うまくいかないねー。うまくいかないねー。全然始まった。回線が非常に悪かった。ということでね、ラグがすごく怖いのですが、もうこのレースで動画終われるようにしたいね。なんか、綺麗に勝って終わりたいですね。今日はなんかそういう気分なので、勝つまでやります。勝つまで動画は終わりません。さあ。まああと動画時間あと何分かなっていうので、このレース勝つか負けるか分かってくるかなと思うんですけどもね、視聴者の皆さんからしたらね、ちょなんかドリフトが入らないっていう現象がかなり起きますね。なんででしょうかね。使い慣れてないマシンだからなのか。そんなことはないと思うんですけど、使い慣れてないからといってそんなドリフトが入らないとかそういうことにはねならないと思うんですが、前の人バナナ持ってるのでこれ投げても意味がないですね。後ろの人が緑コーラなので、ちょっと後ろのアイテムを確認した隙に失敗してしまった。これは前には投げれないので後ろにもう投げてしまおうかなと思います。これ後ろに当たったらごめんなさい。さあ木野さん、まあ悪くはないけども、あ、いいですね。これ悪くないですね、展開的に。さあなんか知らないけど僕を赤コーラが1回スルーしていって、いい感じ。さあ後ろの人もアイテム持ってないので今は人安心。危ない。落ちてるバナナにちょっと赤コーラを奪われてしまったんですけど、まあまあ被弾するよりは相当マシですね。さあ月相はここで、あ、これ消せへんのか。クラクションか。ここのクラクションはあまり強くない。まあただショートカット勢を潰し、あー曲がりすぎ、潰そう。はい、ごめんねごめんね、僕のミスで申し訳ないけど、勝つためには口が悪くなってしまいました。はい、失礼いたしました。しっかりアイテム取っていこう。スター、後ろの人何引くかな。後ろの人木の位置か。後ろの木の位置はちょっと恵まれてないね。もうここはもうアイテムでサンダー回避をするしかないと思うんですけど、さあそれか、ちょっとこれは良くないですね、アイテムとしては。はいはい、あでも6位。この木の位置変えるか変えないか変えます。はい、キノコを出よ、キノコよ出てくれ。いいのが出た、キノさん出た。よいしょ、抜いて2位。あーまあ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 、2位ならいいんじゃないですか。いやー団子の部屋やからやね、これは。よかったよかった。シゲゾーパンナコッタも抜けたし、別にライバル視はしてないんですけど、あーまあまあまあ上位取れてよかったかな。 OK ということで、
ご視聴ありがとうございました。